数が高くなりますね。そんなにこう戻ってくることがあるの？ちょっとやん、受けなかったですと、ぎゅって盛り返してきて。なるほど。はい。大丈夫、じゃあ違う業界に行ってみようか。あんたよ、せいぜい言ったら頑張ってくれ。そうなんだろうな。タブレットで撮る方がなんか明るい気がするわ。なあ、れいちゃん。れいちゃん、ママって。れいちゃん？れいちゃん、ママは？ママは？面白いね、昨日タブレットでさ、うん、ビデオ電話しようって。うん、たら、携帯で、スマホで、れいちゃんにほら、ママだよっても全然わからんの。じゃあ、タブレットだと、あ、ママかなって言って。画面が大きいけん、ママの顔が普通の大きさよりちょっと小さいぐらいだから、うん、あれママだ、でもここおれへんしって言って言おった。レイちゃん、ママおらんかった。おったのにおらんかったんな、うん、ママおったのにおらんかった。残念だったな、レイちゃん。大ちゃん、ご機嫌さんやな、あんた。ゆきはかわいいなぁ。ゆき、ゆきちゃんこっち向いて。ゆき、できましたら1週間に60分程度、体重計などの汗を軽くかくような運動をするのがおすすめです。大ちゃん落ち着いた？大ちゃんまた喧嘩しまして、はい、右耳ちょっと血出てます。誰が？え、台。ああ、ここか。うん。またのんちゃんに。やられた。うん。やられたいうか、もう二人とも同時に喧嘩ばするもんじゃけん。困ったな。あんたが大事な預かりなんで。この角度、たまたましか見えへん。あと、お尻の穴と。でもなんちゃんはなんちゃんでお家降りたいからな。明日はヘビの窓で仕事があるね。いつか島倉千代子さんや菅原文太さんが亡くなった。あ、まあまあ、大ちゃん、大肝臓がんの元となる肝炎ウイルス。